リオデジャネイロオリンピックのバドミントン女子シングルスで銅メダルを獲得した奥原希望選手が今日、嵐山町の小学校で児童たちに向けた特別授業を行いました。特別授業が行われたのは嵐山町立志賀小学校です。奥原選手は嵐山町に国内の主要拠点を置く化学メーカー太陽ホールディングスに所属していて、今回の講演は学校側の依頼で実現しました。今日は小学5年生と6年生およそ80人を前に、奥原選手が夢に向かってをテーマに講演しました。自分が正しいと信じた道を一歩ずつ歩いてきました。その夢を諦めずに歩いた結果、卒業文集で書いたオリンピック出場という、オリンピック選手になるという夢を叶えることができました。奥原選手は夢や目標を持つこと、行動してみること、全力で取り組むことの3つを大切にしてほしいとエールを送りました。また講演の後には奥原選手が体育館のコートで児童とプレーを楽しみました。世界レベルのプレーを間近で感じた子どもたちは、トップアスリートの力強くしなやかな動きに目を輝かせていました。日々の練習とか辛いことをそのまま話してくれてすごいと思いました。もっともっと頑張って、自分も奥原選手のようになりたいと思いました。本当にみんなそれぞれ素敵な夢を持っている子たちだったので、自分の目標に向かってそれを叶えてもらえたら、それだけで十分素晴らしいことだなと思っています。